皆さんこんにちは、コフンです。今日はですね、前回大好評だった愛理ドッキリ企画第2弾をやりたいと思います。今日の企画なんですけども2個あります。1つがベタなんですけども、あの扉を開けたら上から黒板消しが降ってくるっていうやつですね。これちょっと余談なんですけども、黒板消しの正式名称って皆さん知ってます？ダストレスラーフルで、今日はこれを使って1個目のドッキリをやっていきたいと思います。で、もう1個だけありまして、それがこちら、パンダくんですね。ユーフェンスでも使ったこのパンダくんが活躍します。トイレを開けたらこのパンダが座ってるというドッキリをしたいと思います。それではやっていきましょう。このここは絶対通るところなんで、ここに行けると行けますね。これで開けたら大丈夫かな。これちょっとこれで一回やってみます。で、もう一個はトイレなんですけども、しょぼいよねこれ。はい、改良しました。感じる感じです。これびっくりするかな。ちょっと待ってよ、かわいいなこれ。まあでもね、あの皆さんご存知かもしれないですけど、アイリーはですね、ちょっとしたことでものすごくびっくりする人なので、ちょっとこれで一回やってみたいと思います。はい、じゃあね、あと24分でお米が炊けるってことで、アイリーはもうあと5分ぐらいで帰ってくるらしいので、ちょっと待ちたいと思います。おかえりー。ただいまー。おかえりー。あー、あー、寒い。今日いっぱい買ってきちゃった。そうユニクロとか、うん、あとね、カールでも行ってきたよ。ほんと今日もうこうやって食べてきて。あー、ちょっと手当てくれ。うん、お腹すいた。うん、なんか飲む。あ、飲む。お茶する？どうしようかな。何飲みた？もう飲んでるじゃん。それはいいや。あ、そうなんだ。何飲もうかな。ホットミルクティーとか。うん。あ、そうだ。カバンの中にさ、イケアのこれハマって入れたままだった。さあ、ちょっと私トイレ行こう。Ha!